一章八節です一節,節を一緒に読みましょうしかし聖霊があなたの上に望まれるとあなたがたは力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全地呼び地の果てにまで私の承人となりますアーメン しし皆様、平安になりなさい。さなあなたは世界を生かす,です荒れ果てた地を譲りましょう。恵みの賛美感謝します。 本当にこの礼拝が皆様の魂心と考え体に精霊に本当に満たされる時間になれるように祈ります。主が最後に約束されたのが精霊の満たしを受けなさいということです。私たちの魂に 考えに心に体に聖霊の満たしがあれば。民族と律法に向かって証人として、私と皆様が立てられるようになると思います。この祝福の働きが花教会の前年に与えられるように祈ります。聖霊の働きでまた始めましょう。 聖霊の働きでまた始めましょう。これが今日のタイトルです。先週、大学3人と牧師さんがラオスキャンプに行ってきました。 日曜日に出発して金曜日に帰るその日程でスケジュールで大学3人と行きましたけど帰ってきて金曜日に私にこんな話をしてくださいました私たちが熱心にするのも一生懸命するのもたくさんするのも重要ですけどそれじゃな,それじゃないと思います。それとと意味かと 聞いてみると選挙の現場に一生懸命たくさん忙しくして大きなあ選挙の門が美じゃなくて閉め,る閉めたことを見ましたと告白し本当に重要なのは神様が。 現場に弟子たちを隠されていることを見るんですと予備して待っているそんな弟子があると確認しましたと宣教現場のフォルムをしてくださいましたそうです私たちが信仰生活をするのに よくうまくするのも、劣心にするのも、正しくするのも重要ですけど、たくさんするのも重要です。でも、もっと重要なのは、もちろん、一生懸命、正しく、たくさん、 すするはずなんですけどそれよりもっと重要なのは霊的な存在である私と皆様は神様の姿を持っている私たちは一番重要なのが現場で私たちの清潔生活の中で精霊の導きを受け精霊の働きの中に入ることです。霊の導きを受け 働きにあるとまず全てができられることですもうできられないと見えますけどできるんです産業する人々もいますでも産業にも神様の働きが望まれると難しい環境でも神様の恵みが見,れ見られ神様がなさっていると それを見る私の力でやれば私の頭でやれば初めにはできるように見えますけど必ず限りがきますそれで私たちは子供神様の子供で神様が導いてくださるその導きの中で毎日の生活が精霊の働きの中に入らなければならないんです。 どんな面では私の生活で最も逃しやすいのがもう精霊が私の中に内周して今も私たちも導いて働いているのに見えない部分でその見えないそれで信じないそんなことが 다른 아닙니다. 성령의 소리대 가장 중요 주요한 것은 성령의 이끌임의 가운 성령의 역사에 아지와8절2 0절에 보면은 두세 사람이 내주 하셔 니주 세쯤 임에 바 그들 중에 함께 있겠다 말씀했습니다. 아 구따리 모여서 기도할 때에 나도 그들 중에 함께 있겠다. 무엇으로 성령으로 임하시고 성령으로 聖霊で、私たちが二人二人三人で集まったところに私が必ずそこにあるとロマショー、ニミテラ、サジラカワラ、サガシテ、サケデルコ

天の神様があなたに精霊を与えないか同じ祈りの冠したあ神様の御言葉がところどころに出ています。求める者にいいものをあげるそのいいものが何でしょうか。 それが聖霊聖霊様ですルカ11章13節にも出ています聖霊が私たちが祈るとき働きます私たちは聖霊の働きに入らなければならないんです私たちの家庭が産業が生活が子供のすべての生活が聖霊の 働きの中に。いるはずです。だったら神様がなさることが見られます。本当に逃す逃したらいけないことは聖霊の働きその中に入ることです。どんな面では聖霊の働きに入ると実際、その中で全てが神様の答えで見られる。 味えるうまくできるのもできないのも人間の方ではそんな基準があるかもしれないけど精霊の導きと働きの中に入るとうまくできるのも答えうまくできないのも答えです失敗するのも成功するのも答えですそれが本当です。パウルがのの働きの中で 16章の6節から見ると本当に福音を伝えるため行きましたけど神様がその門を閉めてヨーロッパに導いたんです人間の方ではそれがうまくできないと見られますけどそれは人間の考えであり神様はそれを通って他のヨーロッパの門を 重要な門を開いたんですそれは何でしょうか私たちが本当に精霊の働きの中に入ると全てが失敗も答えでうまくできるのも答えでうまくできないのも答えである。それです荘石三39節2節には 主がヨセフと共におられたのに、彼が幸運な人となり、それが全てがうまくできたということじゃないんです。主がヨセフと共におられたのが重要なことです。それは何でしょうか？神様の導きの中にヨセフが。 いたそれで牢に入っても奴隷に行っても構わなかったんです。神様の導きの中に共におられたその中でヨセプが精霊の働きの中でいたから奴隷に行っても構わなかったんです。ヨセプが総理になったんです。その中でも傲慢じゃなくうまくできなかったことに関係ない。 うまくできたことにも構わなかったんです神様の導きにあるとうまくできるできないそれが重要じゃないうまくできなく,なくても何か、うん、落とさなく何度か私たちはちょっとうまくできなかったら人の前に立てられなく ちょっと弾けたいと逃げたいそんな感じがその,かんその感じになるますけどそうじゃないです。うまくくできても高慢じゃな,くなる それがヨセフプを通って私たちに見られた部分です。伝道師パウルは告白しました。ピリポ4章13章に見たら私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる。その前の11章12節に見たら私は、うん、乏しさの中にいる道も知っている、豊かさの中にいる道も知っている。それで私を強く。 してくださる方によってどんなことでもできるそれで一切の秘訣をうん心得ているパウルそれはそのパウルには本当に余裕があったんです私たち本当に聖霊の導きの中に入ると神様が働きますからその中で余裕と満足を味わえます ふ付属がない。支援23篇1節にダビデげの告白です。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。それはどんな意味でしょうか？聖霊の導きを受けると、どんな環境に行っても賭けもなし。その。 環境に影響も受けない私たちは社会的な動物とだと言います社会的な動物だという言葉は人間関係の中で生きるそれで影響を与え影響を受けるという意味ですでもどんな環境とかさ事件の中でもどんな影響を受けないその奥義があります それが精霊の導きと働きの中に入るとどんなことも私たちに影響を与えないんです。 私たちは毎日環境に人間の関係で人間の言葉に影響を受けますそうなったら世界福音化ができないんですだって私たちに精霊の満たしを与えてくださりそれで私たちを超えて死の果てまで承認になれる伝道の祝福を味わえます。 皆まま祈りりのリレーが始まりましたあの区域別であの個人的に時間を決めて教会に出て、うん、またはあの現場で祈ってもいいですし本当に祈りで精霊の準見たしを回復する皆様になることをお願いします。 私たちの家庭が精霊の働きに働きの中にいられなければならないんですだったらででできられるる答答えええとともに全てが答えで味わえるんですこのものすごい祝福を私たちに与えるため精霊の満たしを受けなさいとこの夏に世界レムラント大会に私を生かす力 世の中を超える力、世の中を変える力、時代を生かす力、それが何でしょうかそれを言いながら24の祈りの中に入り、25の祈りでビザの祝福を味わい、永遠の祈りで時代を生かせるとおっしゃいました。それは 本当の祈りによって精霊の満たしを受けたら私を生かし世の中を変える時代を生かせるんです。その祝福を私たちが味わいそれを私たちの次世代に伝えなければならないんです。あ先週 う青年大会もありました青年に未来を守る見張り人との契約を未来を準備して時代を生かすその御言葉を与えてくださいましたけど私たちがどうして契約を守れるんですかどうして 契約,契約で更新してそのバトンを伝えられて守られるんですかそれは他のことじゃなくて聖霊の見たしを私たちが受ける時それができるんです。聖霊の見たしはんでできられるんですか ?24 の祈りで味わえなさい。25の祈りで待ちなさい。 永遠の祈りで挑戦しなさいと私たちが時代を生かすのも世界も生かすのも24で4の祈りで味わって25の祈りで待って永遠の祈りで挑戦することそれが契約を守り時代を生かす未来を生かす乱りあ見張り人になる。 ことです一言で言え,言えば祈りを通って私たちが精霊の満たしに入らなければならないことです。本当にまた始めましょう。本当に全日まで神様の導きの中で神様の御言葉を握って伝道の働きに。 使いられるため訓練を受けてきましたけど新しく祈りを始めるようにしてくださるのはどんな事件の中でも祈ら,祈られるのは祈るのができると神様の働きを見せるそれそうする神様のサインだと思います。祈りで一つになる そんな祝福の中に私たち入りましょう。その中にできられることが精霊が働く一つになれることです。今日の本文に入って精霊はどんな方ですか一番目「恵みが「恵みになれる方精霊神様です。恵みが 恵みになれる方コ,リコリンド1チ日照12節に私たちは世のこの世の礼を受けたのではなく神の御礼を受けましたそれは恵みによって神から私たちにたまったものを私たちに知るためですなぜでしょうか私たちに恵みで与えてくださったことを知らせるためです 精霊の導きじゃなけたら神様の恵みを恵みで知ることもできなく味わえることもできないんです精霊の働きが私にあれば神様から来られた恵みが何かと分かってそれを味わえるんです はじめに神様に私たち創世記2章16章17節に知識の美の善楽、うん、の美の契約を与えてくださいました。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬという。 言いました善悪の契約それを守らなくその契約に失敗しました人間はそれで続いて主は創世紀3章15節に女のそれをめ恵みの契約と言いますけどあなたを女の子孫と滝になり敵になり敵になり女の子孫のあなたの,なたの頭をくずき あなたはそのかかとを築くと言いましたその契約を与え,与えその契約を味わうそれで世石3章21節に革の木,木を着物を作って作ってくださいましたそれが恵みの契約です。 恵みの契約の特徴は何でしょうか。私が何かをすることじゃなく信じるとか、聖霊の神様が働く。それが契約恵みの契約の特徴です。私たちの恵み私たちはただ祈れば神様が働き勝利されるように恵みを与えてくださるんです。 私が何かやってできると成し遂げるとそれは恵みじゃないんです私がやったことがないのにできるとそれが恵みですそこで重要なのはできられるとされるのが私たちが恵みを祈りを握って恵みを握って祈りの中に入るとき 私たちはただ契約を握るといいいよろしいですだったら神様がやるそれを味わえるんです神様の私は神様の恵みの中で生きるものですノアの時代に全ての人々がネフィリムの落ちた時 主はドアをを読んで恵みを与えてくださいましたノアがうまく知ってそうじゃないんです。でフィリムが、ね、す全てがみんなが落ちた時ノアを選んで箱舟を作られそのまた新しい時代を開ける契約を与えて くださったんですけどそれがただ恵みでしたそれで創世記6章8節にしかしノアは主の心にかなっていったノアは主の心にかなっていったその恵みの働きに私たち私たちも恵みで読んでくださったことを分かりなさい イスラエルの民がエジプトから出てきました。それも恵みでした。生贄のその祝福で、絶対出られないエジプトで、そこに行って、パウルの王の前で主が働いたんですけど、でもエジプト王は、 話せなかったんですその時ま出ておいてなぜその後にイスラエルの民があ モセに恨んだ、恨,恨,恨みました。その時、出エジプト、14章13節。それにモセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行か、怒われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプトの人のも、主があなた方のためにたわれる。あなた方は黙っていなければならない。私たちは精霊の 働きを受けると、主が私たちに、私たちのために、たたわれます。神様がすべての門を開けます。そのそ、のそれのため、主がう、ー、要はね、九章を見たら、38千になった、 病人が出ますペデスタの池にペデスタという名前がどんな意味かといえばそれは恵みの家といえ意味です。どんなに恵みの家にあっても恵みが恵みにならなかったんです。相変わらず 単かに横になって何もできなかったんです。その時イエス様がそこに来られて、聖霊が働いたらそこから立てた立てられたんです。恵みが恵みになった祝福の働きです。そうです。神様は聖霊に私たちに与え。 全てを恵みで与えてくださいました。賛美の前で、賛美のチームが賛美をしました。全てが恵みです。全てが恵みです。そうです。私たちの人生をよく分かると、私に対した部分を本当によく分かると、今の現場を分か,る分かれば分かるほど、私が救われ、神様の御子にできて、ここに来られて、 礼拝を捧げるのが、すべてが恵みです。それをわからない人だったら、私自身が誰かをわからない人です。少しでも、私がどんな問題に落ちているの？それをわかると、恵みじゃないといけられない。それ、生きられない。それをわかるんです。それで、コリンド一、中古書、中節に、私。 私ではなく私にある神の恵みですと神の恵みによって私は今の私になりましたという告白ができます私たち本当に難しく信仰生活をしています私たちの人生を本当に難しく生きています精霊の導きを受けられるとできられると 働きと全てを個体で味わえるそんな祝福が始められると思いますエペソ2章1節にあなた方は自分を罪家と罪人の中に死んでいた私でそれで本当に救われた私たち エペソン2章8節にあなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たことではなく神からの宝物です私から出たものじゃないんです神様の宝物それで恵みです本当に私たちが罪と罪と死んだ私たちの魂の状態を分かるとここにき で来られて恵みをあー礼拝ができることは本当に恵みのことをわかるでしょう。私たちが本当に霊的霊的な死亡そこに落ちていって永遠な死亡が来られたんです。本当の大勢の信信者たちが霊的な状態に影響を受けて生きています。 世の中のことに従ってそれが霊的な司法によって生きていることですそれで結局滅びるんですそれで神様は私たちをそこに置かなく聖霊の働きで私たちを救ってくださったんです 本当にその恵みによって信仰によってそれは自分自身から出たことではなく神からの宝物です。ここに礼拝している皆様すでに神様の精霊の働きで神様の恵みを受けたものでここに来ているんです。 聖書には本当に言っています聖霊によるでなければコリント1 12章3節に出ていますあなた方に次のことを教えておきます神の未礼によるよって語るものは誰でもイエスは聖霊に 夜のでなければ、イエスを主と主です。ということはできませんと。ここでイエスは主で告白する皆様ここで礼拝する。皆様聖霊が働いて、ここで主はイエスが主ですと告白して礼拝する。祝福な場所で来られているんです。 私は神様の恵みを受けたものであることを毎日忘れないでください。それでこの時代が私を失って生きている時代です。それは現場の問題を恵みな,ないで生きている人生です。カルビンが聖書66件でその 中で5つの,の主題を出しましたそこで整理しました5つでその1番目が人間は全堕落したものです完全に堕落したものです人間は何でも神様に会えないそれが カルビンが一番目探したものです。二番目、人間は全,全,全的に堕落したから神様が無条件で私を選びました。それが無条件な選択です。それで条件なしで私たちを選びましたから、それは神様の予備,予備を塞ぐものはない。それ不、不可抗的な 神様の恵みだと言えます。それただの神様の恵み、その恵みを受けた者に、その罪を許してくださいのに、それ財源的な虚剤。神様から選ばれたものだけを虚剤してくださる。そんな選ばれたものを。 末まで守ってくださるそれを生徒の兼任だと言います全的,的な堕落それで神様の無条件的な選択によって神様の恵みによって私たちは辱罪罪を許してくださいそれで最後まで責任を取ってくださる。 それで一番目から終わりまで全てが神様の恵みによって私たちの人生がそうです恵みでのみ説明できる人生ですその恵みが恵みになれる生活それ,それを精霊の導きを受ける時。 2番目本当の精霊の働きを味わえるとキリストがキリストになれます。福音が福音になれます。聖霊の働きの中に入る時それができます。聖霊の導きの中に入る時。マタイ16章16節にペテルが告白しました「主はキリスト」で。 神様の御子ですキリストその身の名が油,油が注げられたもの区別されたものです。王と最始帳預言者を立てるとき油を注げて区別したんです。キリストがイエスがキリストになったのはまことの王でサタンの頭を砕き マコトの最司長として教して罪の問題を解決し,解決してまことのイエスとして来られ天国に行く道を開いたんですそのキリストがイエスですこのことのためイエスがヨハネ19節30日3 0節 十字架に死んで、完了したと、私たちの全ての問題を十字架で終えた。終わった。神様の祝福の中にある私たちの人生、それを探したらいいんです。私たちの全ての問題は十字架で終わったんです。それが完了したと意味です。それで、 完了した今からもう全ての問題を解決したからじゃあ一生懸命生きなさいそれでも感謝するべきなことですけど天と地の全ての権利を私,を私が持っています。て万物,を万物の権利が 主の中にあるから、行って、弟子にそれで、チノハてまで、あなた方と,と共にいます。世の終わりまで、それで、あらゆる国に。あうん 私は天においても地においても一切の権利が与えられています。それで今もいつも共におられます。同居しますそれでどんな問題の中でも私たちは安らぎになれます。神様が本当に私と共におられることがことを分かると安らぎになれます。 神様の全ての権利がある主が私と共におられるからそれで神様の重要な計画が何かを分かるんです。共におられるからいつも共におられる同居をするとおっしゃってくださいのにそれを信じられないんです。それで福音が福音にならない信じられない。 それで大勢の人々が何かをやろうとします。主が共におられるとおっしゃってくださいのに私ができるという信仰が出ました。私ができるという信仰。それが本当に韓国の教会,が教会を難しくしました。それはただキリストじゃなくてもいいということです。それがサタンの魂です。ただキリストと だけじゃなくてもいいといととうことですそれで正しく見て正しく診断しなければならないんです。キリストでなければならない。ただキリスト。それで本当にキリストになれば私たちの生活を通ってキリストの力が出られます。 ヨハネ16章14節に見たら14説4章あなた方私の名によって何か私に求めるなら私をそれをしましょう私がしましょうそれは私に求めると私がそれをしますそれが福音を福音になれそれはどんな意味ですかキリストが キリストになれるというのはどんな意味ですか私の生活に福音が個人化できるということです私が本当に苦しいなのにどうして福音化ができるでしょうかそれにまず 私たちが祈ると私が本当に個人化できたら弟子かの答えが出ます。個人化でき,できられないと弟子をすることは無可能です。それで弟子を立てられないと世界福音化はできられないんです。それで福音を福音になれて。 私が個人化できて、私によって、子を立てる。それで、私は、あなたは本当に言って、私は、私は、本当には、って。 本当に福音が福音になれると私の人生を通って神様の働きが出られます。ヨハネ16章26節に「助け主すなわち父が私の何よってお使,お,つわしお使わしになる精霊はあなた方にすべてのことを教えまた私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます」。それ そうです真の福音の力が私に現れるのは精霊の働きの中に入る時私の人生に通って出られます。それで死と一緒発説に。 精霊があなた方の上に望まれるとあなた方は力を受けます。その力はどんな力ですかこれです。霊的な力、暗闇の力を打ち砕く、砕く。知歴は私の考えと心に神様の知恵があるの。 その知識、力、それを本当に神様,が神様が私たちに与えてくださること、霊的、また知識的力、また体力、また経済力、私の産業に神様のううう恵みがあるのまた 力そのそれを私が受けて福音が福音になるその働きが地のににまででなるるほど現れるんですそれで精霊の働きで本当にまた始めるためにはみんなが祈りの中に入りな,入りなさい祈る時。 聖霊が働きます聖霊本当に私たちの人生を通って神様の働きが出られます聖霊は福音を福音になれキリストをキリストになれ恵みを恵みになれるその力ですまとめます 皆様私たちが精霊の導きと働きを体験しなければ体験できない重要な理由は神様が本当に皆様と共におられると約束してくださったのに私の考え経験で生きているから神様の精霊の働きを体験できないんです。私の 考え私の体験で生きるとそれは創世記三章古節に落ちているのですあなたが神様のようになるそれが蛇を通ってサタンが初めの人間を騙したそれ私の考え私の基準私の経験それは神様の恵みを本当に信じるとそれはいらないんです 私たちは制限がある私たちです。限りがある私たちです。私の全てを私が経験したそれ重要じゃないんです。それで私たち全てを持って祈りの中に入らなければ24の祈りの中にそれが精霊の働きを体験する道です。 なぜ神様の働きを受けないでしょうかそれは創世章6節に落ちているからです蛇がハワに言いましたアダムハワにそれを食べる時あなたの目が開きそれを聞いた時ハワが知識の身を見たら本当に。 本当に美しい。サタンは私たちをどう騙しますか私たちが好きなものを持って騙します。それで精霊の正確な導きを受けられないんです。世の中を背景を持って生きようとするから。 精霊の導きを受けないんです私たちの背景は世の中の背景じゃないんです。精霊が私と共におられ,おれ,れる頃、ビザが私たちの背景です。キリストが私たちの背景です。その名でビザが 私たちの背景をビザで守って保護している、導いている神様の手を受けて味わう、それが神様の美子です。見えるものを頼らなく、世の中のものを背景にして騙されなく、見えない永遠なビザのところ。 それがあなたのことのことを分かって、ビザですべてのことが来られるのを分かって、それを頼って、世の中でとうとうに生きられる皆様になれることを祈ります。祝福します。賛美します。 마음의 중심을 가지고 찬양하면서 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도 제목들 한번 보십시다. 祈りの課題です聖霊の働きでまた始める伝道弟子の祈りです1番目聖霊の働きで恵みが恵みになれ福音が福音になれるようにして個人化でしか世界を活かせるようにしてください2番目私の基準の私の考え私の体験じゃなく全てを24の祈りの中に入って聖霊の働きを体 意見できるようにしてください3番目どんな環境でも心配と不信仰を捨ててキリストのみ